第4章素顔の方がマシだ。でこれね、その弟子たちを首って言い渡す前に志らくが2つ目にするっていうんで2つ連れてきて、彼は志らくは5年経ってダメなら切っちゃうんだと、つまり師匠より私の方がちゃんとしてるでしょってことですよ。 その通りですよ、で、これは高田文雄が連れてきて、これは奥山孝信、これ作家です、私の、両方ともリーコースの弟子です、奥山孝信と、これちゃんとした連中ですよね。高田はバカで頭狂ってるからこっちで、もう一応ちゃんと世間にとってる。で、ついでに言うとこういう会話を高田は喜ぶやつだから、むしろそういうとこはあいつはもうちゃんとして、それでそのキャリア、いくらキャリアよくたってバカバカでどうしようもなんないけど、そのキャリアをプラス材料として言えるだろうという志らくの判断ですね。そして、ちゃんとやってます、これはもう踊りのあれで踊りの会にも出てるくらいですからと言ってた。前にも師匠、二つ目にしていいですか、師匠に見て、いいお前が見ればお前の判断ですよ、でいいんだお前、俺はお前信用して、ダメだとお前も一緒にクビになっちゃうから気をつけろって言ったんだよね。でまあそれがやった後だけにね、でも怖い、一晩中クビになるってことを考えて、どうしましょう、ここまで努力したの聞いてくださいってことだと思って、それこそ悲痛の叫びで言いましたよ、シカゴのやつが代表して言ってごらんよ、どうしようもない、それもその前に来たやつはもっとひどかった、そのポッポッポハトポポと同じようなやつ、踊りなんぞね、これ喋ったって分かんないけどね、なんだこんなことやってね、なんだ分かんないんだよ、当てぶりってのやってんの、その日だから3本来たんだよ。それからその5人は入れ替わり助かりやるわけですよ、講談やったりなんかしてね。ちょっと基本的にはその落語というよりも音楽がダメだからもう破門ってことですか、音楽すらできないっていう、そういうことで、ね、落語はね、誰でもできんの、キウイみたいなバカは別としてね、誰でもできるって言ったじゃないですか、私は古谷さんに教えることもできるって言ったじゃないですか、ね、まあ、古谷さんと言わなくてもいいよ、殺してもらってもいいですよ、その、共同価値観があって、これをしないとダメだということになれば、私も社会的に抹殺される、殺されるっていうのを含めてなってなら、私は詩で教える、詩で覚える、そうすれば三月、半年もらえば十分でなれるだろうというくらいのものということは形式があるんだもん。私今般若心経もっと長い経でもいいですよ、この経をこれだけ覚えてこなかったら殺されちゃうったら覚えるよ、これこの年でも覚えられるよ、私はね小言念仏をね、みんな南無阿弥陀仏ばっかりだから般若心経でやってやるかと思って、ギャテギャテやるギャテやるぞギャテ覚えたんだけどね、年だったから全部覚えないうちに今次の段階、次の話題の方行っちゃったんで、まあどっかで覚えればそれだけでも違うと思いますね。ただ南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏の方がなんかいいと、南無阿弥陀仏、どじょう屋来たよ、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、どじょう屋、南無阿弥陀仏っていう方が楽かもしれない、般若心経で、なんで、忘れちゃったけど、その関税をなんとかっていうね、ちょっとやればできるでしょうね。だから俺たちの腹が立ったのは、師匠に見せてなかったけども、師匠はクビだと言ったけども、このぐらいはやってるんですよと、ここまでやってるんですとは言えない、このぐらいやってるんですよという、このぐらいが、この間今言ったその三世の話じゃないけど、また腹が立った、まだ素直にねやめてってくれたらよっぽどいい、師匠見る目がないよ、このぐらいはやってるんですよってことでしょう、仮に見てないとしても、興味もなくて知らないとしても、ダメだと判断しちゃったとしてもね、見せない方が良かったみたいだね、師匠は私の顔を見てね、なんだよ不美人だなんて思い、きっと思ってんでしょ、私が化粧した姿知らないからよ、化粧してこい、おいやめろよ、お前素直でいいのよ素直ならお前に別に口説こうのどうのってことしないから、だから、例えて言うならばね、お前との会話してるだけで、ね、楽しいから、それにいろよって本当にね言いたくなるよ、だまあ、だ他行きなさいと、国士官っていうのがいて、これはクビにしたっていうより自分で向こう行っちゃって、円楽のとこ行って、円楽のとこで1年で真打ちになった、もう円楽がどうもどういうあれでやってんだし、
まんざら指定すべき裁量ではなくてね、本当に円楽がね、こんなひどいんなら1年でやっちゃった方がいいんだろうと、一つの反逆でありね、皮肉でやってくれるんだな、これ面白かった、面白いと思うんですよ、そんなもんなんだと。それならそれで、いやそういうのあるないとは言えないな、あるかもしれないですよ、円楽のどっかの中に。また私に言われてふっとそれに気がつくかもしれないしね、言われてみれば私の部分にそれもありましたねって円楽が言うかは、いう可能性もなきにしもあらず。だとするとね、その方法は私は嫌だけども、あっかに涼花が流されていってしまう。まあ涼花ってあって何を涼花って言われるとまた全然問題あるけど、とりあえず落語をいいとするというのを涼花と知った上では、私の落語家生活、私の考えている思っているこの姿、この語り、この動き、これがいいとするならば、あの悪化であるところへは、行かない方がいいし、悪化のまんまでそれを100円札、1万円札というわけにはいかないと、偽札はやっぱりダメであると。けどそこで真打ちになる、2つ目になりたい、その証拠に2つ目になりたい、もうなったっていいんじゃないかぐらいの気持ちはあると思うんですよ。これをしないからなれないと言ってる、他はなってるし、うちは厳しすぎると、それをジョークにしてる時もあるだろうけども、ああ今思い出したけど、その怒った中の一つにね、シカゴっていう弟子が漫画描いてるんですね、風とマンダラとか。で、まあ私のエピソードを、まあ、あれ描いて、めちゃくちゃなんだけど、まあまあいいや、それでなんかしてんなら、してるっていうのは、まあそれで持ってんなら。それで、その30万円持ってこいっていう話を、3000円にして1万円持ってきたっていうことは一切書いてなくて、そこでしくじったっていうなら俺も「うんおいおい」って言うけど、うち30万円で「うえ」っつってる漫画なんだ、まあ、漫画だからまあね。でもう一つはその国士官っていうのは向こうで真打になって、私たちより後輩が真打になってピーって泣いてんだよ、まだできない、なら行きゃいいじゃねえか向こうへ。その方が当人にとっても俺は幸せだよと、私のところにいて私の生活態度または意見が聞けなくなることが何よりも不幸だっていうならこれは分かるけど、彼ら聞いてないんですから、こいつらも含めて、まあ反論があるか知らないけどもね、そうしか俺には思えない、でそういう意味ではこれも 才能がないからやめなさいと、じゃあまあ置いといてやるのはまあ分かりやすく言えばクーリーだ、クーリー的なもんだよ、本にも書いてある。でね、クーリーで嫌だったらちゃんとした業者になって乗る方にまた回ればいいわけで、だからそれクーリーでも置いといてもらえたっていうのは幸せだと思えと私はまあ言っとるんですけどね。ジャンバー持ってこそうに言って